ただいまから経済総務委員会を開会いたします。欠席届が樋口委員から提出をされております。本日ははじめに総合企画局関係で報告2件の聴取を、次に産業観光局関係で、報告2件の聴取を、次に行財政局関係で報告3件の聴取を行うことといたします。したがいまして、総合企画局、産業観光局および行財政局以外の局に対する質問のある方は、ただいま挙手いただき、あらかじめ質問内容をお申し出いただきますようにお願いいたします。質問のある方、はい、では、内容について、M ライン、以外、では、はい、なしということでね、はい、それでは本日は先ほど申し上げました総合企画局、産業観光局および行財政局以外には質問は行わないことといたします。それでは総合企画局関係の報告聴取を行います。はじめに大型汎用コンピューターオープン化事業の一部である一括処理システム開発の遅延に伴う第三者による検討委員会の設置についての報告を聴取いたします。それでは理事者、報告願います。辻プロジェクト国際課情報課担当局長。はい、ありがとうございます。大型汎用コンピューターのオープン化事業につきましては、昨年の11月14日の、経済総務委員会においてその遅延とその後の対応方針につきまして、ご報告をさせていただきまして、その後も本委員会でご議論、ご指摘をいただいてきたところでございます。私どもも、11月4日の庁内検討チームの設置以降、このチームにおいて遅延原因の分析や稼働時期等の検討を行ってきたところでございます。本日も状況の報告をさせていただきたいとは考えていたところでございますが、庁内検討チームでは事実や課題の整理、事業者との折衝などは行えても、原因の分析や究明まで行う、これはなかなか難しいものがございました。また本市と受託事業者との間で一括処理システム開発にかかる遅延の原因や今後の開発の進め方等につきまして、現時点で見解の相違もございます。こうしたことから先ほど市長の臨時記者会見におきまして、市長ご自身の判断で第三者による検討委員会を設置し、専門家の知見をいただくことでしっかりと事実を把握し、遅延の原因究明とオープン化事業の意義目的を完遂するための最善の方策の検討を進めていくということを発表されたところでございます。このため本日資料が席上配布となってしまいましたことをお詫びを申し上げます。専門家の知見をいただき、しっかりと事実を把握するとともに、オープン化事業の意義目的を達成するため最良の方策を検討していくとの市長のお考えをしっかりと受け止め、引き続き庁内検討チームとして検討委員会としっかり連携し、オープン化事業の完遂を目指してまいりたいというふうに考えてございます。以下の米谷市長の方からご説明をさせていただきます。米谷情報化推進室長。はい、ありがとうございます。大型汎用コンピュータオープン化事業の一部である一括処理システム開発の遅延に伴う第三者による検討委員会の設置についてをご報告させていただきます。お手元の経済総務委員会資料に沿ってご説明をさせていただきます。ただいま趣旨につきましては辻担当局長からご説明させていただきました。なお今回の遅延がございましたが、現行の大型汎用コンピューターのシステムは問題なく稼働しており、証明書の発行と市民の皆様への着席して報告してください。ありがとうございます。市民の皆様への行政サービスの提供に影響はございません。それでは1の事業概要をご覧ください。本市では昭和61年以降30年間国民健康保険、介護保険、税、住民基本台帳などの基幹業務システムにつきまして大型汎用コンピューターを利用して運用してまいりました。しかし現行の大型汎用コンピューターシステムは特定事業者の固有の技術で作られたものに改修を繰り返しながら更新してきたため、次のような課題が生じております。1点目は最新技術を利用した行政サービスへの対応が困難であること。2点目、
競争性が働かないことによる運用経費の高止まり、3点目は市内中小企業等他の事業者の参入が困難などとなっていることでございます。おめくりいただきまして、このため行政サービスの向上、業務の効率化を目的といたしまして、平成26年度から29年度までの4年間を事業期間とする事業計画を策定し、広く一般に利用されている最新技術により機器およびシステムを刷新するオープン化事業に取り組んできたところでございます。汎用の機器およびシステムを用いることから、本事業の効果として1、市内中小企業等が参入しやすく、調達に競争性が働き、運用経費が削減できる。丸二、制度改正や業務改善に迅速に対応できる。丸三、最新技術を活用した行政サービスの提供が可能となる。丸四、汎用の機器であるため、被災時でも早期に復旧が可能となると、などを見込んでおります。総事業費は94億6000万円、現在は81億5000万円まで縮減しております。財政効果につきましては、オープン化事業の完遂後1年あたり4から5億円程度のシステム運用経費の縮減を見込んでおります。開発手法といたしまして、プログラムを自動製造する高速開発ツールによる開発を選択し、これにより開発費の縮減、開発期間の短縮を目指しておりました。このうち一括処理システム開発業務につきましては、予定価格約14億円、入札に3社が参加し、落札金額が約11億円となっており、落札業者と平成28年1月に契約をいたしております。これまでの取り組み経過については2に記載をいたしております。まず平成26年度に現行システム分析を行いました。平成27年度には福祉系オンラインおよび一括処理システムの設計開発を実施し、本年度は福祉系システムの設計開発を引き続き行うとともに、税重機システムの設計開発を開始いたしました。しかしながら、平成29年1月の福祉系一括処理システムの稼働予定について、平成28年8月半ば頃から本市と事業者がこのままであれば間に合わないとの認識のもと、直ちに事業者において体制の強化を図りましたが、10月末に受託事業者から間に合わない旨の申し出がございました。それを受け、庁内検討チームを直ちに設置し、遅延の原因分析やシステムの稼働時期の検討を進めるとともに、必要に応じ IT 分野に詳しい弁護士とも相談してまいりました。また本市と事業者とで協議を行っておりますが、遅延の原因や今後の開発の進め方について、現段階では見解の相違があることを双方が認識しているところでございます。3の今後の方針をご覧ください。一括処理システムの開発につきましては、第三者の専門家による検討委員会を設置し、オープン化事業の意義目的を完遂するため、遅延の原因究明と最良の方策の検討を進めることといたします。またこれに伴い本市における体制も強化いたします。この検討委員会につきましては、平成29年2月前半に設置する予定であり、自治体の情報システムに詳しい有識者、 IT の専門家、 IT に詳しい弁護士等5名程度を委員として、設置後おおむね3ヶ月をめどに、遅延の原因究明と事業の完遂に向けた今後の方向性を取りまとめてまいります。また参考といたしまして、 A さん横長のオープン化の当初スケジュールおよび委託内容の資料を付けさせていただいております。資料のご説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。それではただいまの報告について何か質問はございませんか。それでは寺田副院長。はい、市長が
まあ、そういう形で、記者会見を開いてっていう意義の一つはね、まずやはりこの問題の重要性の中で市民の皆さんに対してね、まずは今のシステムがしっかり何と言いますか作動してますから、いわゆるその市民生活に何か特段の影響があるわけではないということはね、これはやはり市長の口からしっかりとお話をしていただくことが非常に私は意義のあることだと思っています。で、まあ、今日もたくさん手が上がりました、今日はたくさん手が上がりましたけどね、この問題については非常にまあ専門性があったりとかですね、難しいということで、まあ、委員会でももう最近は私しか質疑してませんでしたし、多分メディアの方もですね、どういう問題があるのかっていうのはもう、まあ、ほとんど分かってなかったんじゃないかなっていう形の中でね、まあ、私自身はずっとこの間の委員会でも言いましたように、やはりその昨年からですね、今年にかけてずっとそれこそ年末年始もですね、この件についていろいろと調べながらやってきてたということでございます。まあ、ただ今言いましたように、やはりその市民に対してですね、まずしっかりとしたメッセージを発信するというのは、これはまあ行政のトップの大切な仕事です。そういった意味では今回ですね、いろんなことがこれから出てくると思うんですけども、その中で市民の皆さんにですね、直ちにそういう市民生活に影響が生じるものでないということについて発信をされたということは、まず評価をしたいと思いますし、今日の委員会の資料でもその旨は書かれているということでございます。で、なぜじゃあこのタイミングで会見されたのかという一つの考え方としましては、前回の委員会でですね、ちょうど年末年始も入ってたと思うんで、次の委員会までにはですね、やはりしっかりと私の質問に対してね、答えを用意して臨んでくれという話をしておりました。ただ前回の委員会から今日の委員会までの間もね、私も皆さん方といろんなやり取りしている中でね、どうも大変苦戦されているようだという状況も分かりましたし、じゃあこのまま委員会にですね突入してどういう形になるのかなというのも言って思っておりました。まずそういった意味で今日市長がですね、会見をされたということについての背景というんですかね、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。辻、局長。はい、市長は記者会見の方でも、申しておりましたけれども、やはりこれまでは庁内検討チームにおいて、事実の、把握、それから課題の整理、それから事業者等の折衝などは行ってきたところでございますが、やはりそれだけではなかなか我々も当事者というところもございます。原因の究明や分析、そこまで行うのにはなかなか難しいところがあって、当事者の、だけでなくてですね、第三者の知見をやはりここで生かすということが大事であり、そのことによってしっかりと何が正しいのか、事実を把握してしっかり原因を究明し、大型汎用コンピューター、すみません、オープン化事業の意義目的をしっかりと貫通していく、そのための最良な方策というものをしっかりと検討すべきだという市長のご自身の思いから、今回市長のご判断で第三者の検討委員会を設置するということをご決断されたというふうに理解をしております。寺田副院長。改めてもう一つ確認しておきたいのはですね、今日までこう議会でいろいろとやり取りありましたよね。そうした議会でのやり取りというのは、今日の会見というのに対する影響というのはどういう形なんでしょう。辻担当局長。これまでの経済総務、今経済総務委員会での、ご審議、ご指摘ということも、踏まえまして、市長の方で、こういった、ご判断をされたというふうに理解をしております。寺田副院長。そういうことやったらね、議会のやり取りを踏まえてという形の中での、当然市長ですね、トップの判断ということですから、そこはね、私は重く受け止めたいと思いますし、またやはりそうした委員会でね、なかなかこう議論が進まない中でね、そうしてやっていこうということについてはね、その決断は私は評価をしたいというふうに思っています。でもう一つはややもすればですね、こういういろんなことがあったときっていうのはね、どうしてもその行政の内部の調査っていうのはね、皆さん方にしたらしっかりとされているというふうには
おっしゃるとは思うんですけども、他者から見るとですね、何か隠してるんじゃないかなとか、あるいは都合の悪いことはですね、その辺は置いていってるんじゃないかとか、そういうふうな目で見られがちなんですけども、まあ、ここでですね、それがもちろん今原因がはっきりしないということもあるんですけども、第三者の目を入れてね、そういうことを払拭するということと、やはり原点に立ち返ってね、この問題はどこに問題があるんだということをしっかりと抑えないとね、私は今後の方向性を誤ると思うんですよね、その判断をね。そういう意味ではこの第三者の委員会を立ち上げられるということについて意義があるものだというふうには理解しています。また本来であれば今日の委員会までにね、皆さん方の調査でこういったものがあってもあるというのが出していただくのはもちろん一番良かったんですけどもね、まあ、そこができないということであれば、まあ、そういったことは言ってやむなしというかね、やっぱりやっていかないとね、ずるずるこのままいくというのはやはり良くなかったんじゃないかなというふうに思います。それから、さっきもちょっと触れましたけども、やはりその今日は市長の会見もあってということもあって、まあ、多分他の委員さんも手が挙がっているのかも分かりませんけども、やはりこの件ね、私もこう委員会でやらせてもらっている中で、非常にまあ専門性がある話であり、まあ、複雑な部分があります。で、まあ、そういった意味ではなかなか今回のことについてね、そこまで市長が、判断されるということにはある意味勇気がいったことやとは思うんですけどもね、ただ今後ですね、そういうことがあったから言うてね、ある意味ですね、後出しじゃんけんじゃないですけどもね、わーっと批判する声も出てくるかもしれません。ただ私はね、そんな声には負けてもたら困りますし、むしろね、そういうことをね、批判される前に逆に言うたら、そうしてしっかりやるというふうに言わはったんやからね、そこについては逆にその第三者委員会でね、しっかりそれを機能さすことが大事なんじゃないかなというふうに思います。この今日のいただいた資料の中でですね、私自身も委員会でも質疑しましたけども、オープン化事業の概要の中で開発手法をですね、そこで一部をマイグレーションでやるということになった、この辺の経緯なんかもね、質疑をさせていただいてました。でこの辺はやはり特に私自身は、全体的にされると思うんですけども、第三者委員会でねしっかりとチェックしていただきたいっていうのと、からあと経過の中で26年度の現行システム分析っていうのがあるんですけどね、これがそのよくわからないというか、現行システム分析でお金かけてやった割にですね、仕様書に渡すってなってるけれども、実際は現行システム分析がそれほどなんて言いますか、次の作業に重要じゃないみたいな話が出てきたりね、非常にこの辺が私は一つファジーな部分じゃないかなと思ってるんですけども、その辺もですね、特にしっかりと委員会にね、なんて言いますか、調査をしていただく必要があると思うんですけど、そのあたりはどうお考えでしょうか。辻担当局長。はい、先生ご指摘の通り、市長の方もこれまで、我々と相手の事業者さんの、この2社間での協議ということで、話をずっと進めてきた、それではなかなか、京都市の方も、しっかりと原因を究明するということが無理ということで、第三者のしかもIT の専門的な知識をお持ちの方の知見をいただきながら、何が正しいのかしっかりと事実をつかむということで、そのことによりまして、オープン化事業の意義目的、これを貫通していこうと、こういった思いで市長第三者検討委員会を設置されたものでございます。我々もそういった思いをしっかり踏まえまして、これまで庁内検討チームで掴んでまいりました事実、そういったもの等も含め、すべて検討委員会の方にもお示しをする中で、しっかりと客観的な立場から、原因究明をしていただきたいというふうには思っているところでございます。寺田副院長。それもね、やはりその庁内検討チームでされた調査もね、やはりその第三者委員会の主導で出すというかね、そういう形をしないと、変な話、その第三者委員会立ち上げたけどもですね、議論のベースがね、その庁内検討したやつをバーって出してくるとね、それは私はちょっと本当の意味でのね、第三者じゃなくなってくると思いますし、やはりまずは第三者委員会がやはりイニシアチブ取る形でね、庁内検討チームでこの部分はどうなった、この部分はどうやったってことを聞かれたことを、やはり
資料提供してやっていく形を取らないとね、あかんと思いますし、その辺は、ちゃんとやってくれると思いますけども、よろしくお願いしたいと思います。それから第三者委員会で分かったことについてはね、もう全部そのなんていうかな、全て問題が全部分かるまで公表しないという形じゃなくてね、やっぱりその何ぼか分かった時点でね、公表していい部分はね、やはり公表していってもらう、あるいは議会に報告していってもらうということについては、私としてやはりやっていただきたいなと思うんですけど、その辺は方針まだ出てませんでしょうか。辻担当局長。はい、検討委員会につきましても、設置後おおむね3ヶ月をめどに、遅延の原因、それからの原因究明、それから事業の完遂に向けた今後の方向性、これを取りまとめるということとしております。まずこれに向けて我々も全力を尽くしてまいりたいというふうに考えてございます。そのような中で議会へのご報告、必要なものにつきましては適宜ご報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。ただ若干ちょっと企業の情報等が入るということもございますので、その辺については十分配慮しながら適宜報告をさせていただきたいというふうに考えてございます。寺田副委員長。今日はね、そうなんで、もうちょっと中身についてね、いろいろとその分かっている部分も、ご報告いただきながらですね、質疑をという予定はしてたんですけども、それだけなんて言いますか、曖昧な形でね、これは進めたらあかんという思いでは多分一致していると思いますし、そういった意味ではね、きちっとやっていくということと、やはり相手さんのあることでもありますしね、そういった意味ではきちっと第三者の目から見てね、そして中立公正な立場でね、一定判断いただいたことによって、京都市も当然その中で動けると思いますし、相手の方もですね、一定納得いただけるという形にもあろうかと思いますし、この状態をね、ある意味打破するためには、そういった決断というのは私が今までいろいろとですね、調べてきたり、皆さん方と話している中でね、感じる中では、そういう選択肢しかなかったのかなというふうに思っています。で、ここからちょっと個人的なあれなんですけども、この間ですね、かなり辻さんと私いろいろとやり取りもしてましたし、で、お互いですね、お互いと失礼かな、辻さんはよく分かってあるかもしれないんですけども、こういうコンピューターのことが分からん中でですね、必死になってなんとかこれ原因解明しながらですね、いい方向へ向けていこう思ってやってきましたね。ここずっと数ヶ月なんですけどね、昨年からですから。ただその辻さんのですね、その疲労度合いが私非常に心配でね、で、もちろんなかなかこう休めるもんではないと思うんですけどね、LINE が違うとはいえ、ぜひ藤原局長の方もですね、その辺やはりそのなんて言いますか、辻さんはじめですね、いろいろと担当職員の方がこの間非常に負担が大きくてですね、疲労困憊という状況なんはもう顔見てたら分かるぐらいなんですよね。ですからその辺非常に私も心配もしてきたところですし、そういった意味ではね、私は逆に言ったら第三者委員会というのをね、しっかり立ち上げてもらってね、やってもらうのが、そこの意味でも私は良かったんじゃないかなというふうな思いもしてますんでね、その辺しっかりと全庁を挙げてね、その辺についてはお願いしたいと思いますけども、いかがですか。藤原総合企画局長。貴重なご提案をいただきありがとうございます。言うまでもないことでございますけども、大型汎用コンピューターのオープン化事業、市民の皆様に対する行政サービスという本市の基幹業務を支える極めて重要な情報基盤であると、でそれをより、効率的な形にですね、やり替えていこうということで、大きな予算も認めいただいてこれまで進めてきたところでございます。本日もご報告をさせていただいたようにですね、そのうちの一括処理システムの開発にあたって今大きな困難に直面をしておるところで、やはり我々だけではですね、能力的にも十分でないし、またニュートラルな立場で、専門的あるいは技術的な観点からしっかりと究明検証していただくために第三者委員会を立ち上げたいと思っております。この間ですね、辻担当局長をはじめとする
情報化推進室の職員、かなり疲弊もしております。ご指摘の通りでございます。この第三者委員会を立ち上げにあたって、さらにまたこれを運営するための新たな労力も必要となってくると、従いましてですね、近々に、私どもとして、スタッフの増強といいますか、体制の強化を図ってですね、少しでも職員の負担の軽減に努めるとともにですね、この第三者委員会の検証が速やかにまたスムースに進んでいくようにですね、取り組んでいきたい、このように思っております。総合企画局はもとより全庁を挙げて取り組んでまいる所存でございます。いいですか。はい、進行いたします。西村芳美委員。すでに、契約は締結をされておりますし、税金の投入が大きな額でありますので、業務はですね、早く、完結をすべきではないかなというふうには思っておりますけれども、これまでから報告があったときにはですね、質疑もさせていただきました。基本的なところでですね、課題といいますか、3つぐらいに分けられるのかなというふうには思います。一つはですね、契約関係がどうなっていたのかということと、技術的な問題から費用がですね、今後どうなっていくか、大体こういう課題があるかなというふうには思いました。で、最初の契約関係なんですけれども、ご報告のところで、見解の相違という話であります。業者との見解の相違があるんだと、今回 の, 遅れについて。で、最初のところにですね、今後の開発の進め方のところの見解の相違、そもそもですね、その契約関係がどうなっているのか、詳細についてはですね、いろいろとあると思うんですけれども、これが逐次果たされてきたのかというところなんで、その辺はどうなんでしょうか。米谷、室長。はい、平成28年1月15日に契約をいたしまして、納期というか、その最初の福祉系システムの稼働が平成29年の1月4日というスケジュールと、そういう契約使用書に基づいた契約になってございます。西村芳美委員。開発の進め方についての見解の相違というのは、これはどういうことなんでしょうか。米谷室長。はい、開発の進め方の見解の相違でございますけれども、今回開発をしている時に、遅延が発生いたしましたが、その遅延の原因というものが、事業者と、私どもで見解が違うということでございます。この見解の相違につきましては、客観的な事実をその第三者の専門的な、検討委員会において明らかにしていただこうということで、ございます。西村芳美委員。はい、最初 の, ご報告のところで、一括処理システム開発にかかる遅延の原因や、あるいは今後の開発の進め方について、現段階では見解の相違があるんだと、その見解の相違 の, 内容についてもお聞きしたかったんですけれども、第三者の検証に任せていきたいということなんですけれども、だから開発の進め方そのものにですね、見解の相違があったということであればですね、私はそもそもその契約関係が一体どうなっていたのか、極めて重要なところの内容がですね、ちょっとなんか曖昧な受け止めをしたんですけれども、大きなその一括処理システムの開発なんですよね。で、開発の進め方についてもですね、これは業者と本市とですね、明確に設定をされてしかるべきではなかったのかなというふうには思うんですけれども、結果的にはその開発の進め方についてもですね、
問題がありましたと、そして見解の相違が実はあるんですよと、でその内容にお聞き、内容をお聞きしたんですけれども、いやそれはもう検討委員会にまあちょっとあのまあ、まあ見解をまああの出していただきますという話なんですけれども、その辺のところは明確にはならないんでしょうか。米谷室長。あの先ほど申しましたように、検討委員会において明らかにしていただくということにしておりまして、現時点でその一方的な私どもの見解を述べるということはちょっと差し控えたいというふうに思っております。西村芳美委員。はい、わかりました。でそしたらですね、あのまあ、技術的な問題もあるということなんでしょうか。米谷室長。あの契約以外に技術的な課題も含めまして、あの第三者の専門家による検討委員会において明らかにしていこうということで、まあ、我々の見解を述べることは差し控えたいというふうに考えております。西村芳美委員。第三者の専門家委員会の検討の内容といいましたら、まあ、そもそもの契約 の、 あのところと、さらにはですね、今回のまあ一括処理システムの開発 の、 その技術的な問題も含めて、あの全部のところで、検討委員会で、まあ、あのもう一遍あの検証していくという受け止めでよろしいでしょうか。米谷室長。はい、あの第三者にの専門家による検討委員会でございますが、まずはとりあえずあの遅延の原因究明というものをまずしっかりと検討していただくという必要があると考えております。西村芳美委員。はい、あのそうしましたらですね、あの、まあ、3ヶ月程度で、まあ、結論を、まあ、出していきたいということなんですけれども、あの業者との、まあ、現段階の関係でいけばですね、まあ、大体もう3ヶ月程度で、その原因究明とあのその検証は大体終わり、今回の一括処理システムの開発が、まあ、大体作動していくということ の、まあ、あの見通しなんでしょうか。辻、担当局長。はい、あの検討委員会につきましては、設置後おおむね3ヶ月をめどに、あの原因の、遅延の原因究明と事業の関数に向けて、まあ、今後の方向性、まあ、これを取りまとめていきたいというふうには考えているところでございますが、まあ、この3ヶ月でもって、すべてを、その、究明できしきるというようなことができるかどうかにつきましては、あの実際にあの検討委員会で、動かして、まず検討委員会の中でご議論をしていただくと、それをもってあのその3ヶ月で済むのかどうかにつきましては、あの今後まあ我々にしまして、我々としましても、あのまあ見極めていきたいというふうには考えているところでございます。西村芳美委員。ご報告であのまあ明度が3ヶ月ぐらいだということがあのありましたのでお聞きしたんですけれども、やっぱり伸びる可能性もあるんだという、まあ、そういう話ではないかなというふうには思うんですけれども、じゃ あ、 あの費用の面はですね、これはあの影響はどうなるんでしょうか。米谷室長。はい、今後第三者の専門家による検討委員会の検討におきまして、その裁量の方策、それから稼働時期などによを検討していくわけですが、それによりまして経費は大きく変動いたします。そのため、あの現段階で具体の額を見込むことはちょっとできない状況でございます。西村芳美委員。あの、まあ、契約金額からまあ増えていく可能性もこれは あるわけですよね。ちょっと確認したいと思うんですけれども。米谷室長。あの契約金額とはあの関係がございません。西村芳美委員。わかりました。まあ、あの伸びるということであればですね、これはあの業者もいろんなあの言い分がどうもあるみたいでありますので、あのしっかりとですね、やっぱりあの検討検証していただきながらですね、あのしかるべくまあ対応していただきたいなというふうにあの思っております。以上です。進行いたします。平山委員。まあ、一括処理システムは、なんていうんですかね、もう後戻りができないわけですから、何としても、完成というか、
移行していかないといけないということで、まあ、そういう前提で考えるとこの第三者の検討委員会ということでしっかり検討していただいたことを踏まえてですね、はい、できるだけ、市長がおっしゃっている一番いい方法で今後進めていけるということについては非常に評価できるところだというふうに思います。それで、まあ、原因だとか中身については今質疑がございましたけれどもこの検討委員会の、元で検討される結果を待つということですので、その部分については質疑を差し控えたいというふうに思いますが、まあ、今後の進め方についてもう一度確認をさせていただきたいというふうに思います。昨年ですねこの問題が委員会で報告されたときに質疑をした同じような観点で質疑をしたわけですけれども私はですね28年の8月に、まあここの、3ページ目でいうと28年の8月に、まあ、本市と事業者の間でなかなか難しいのではないかという、まあ、認識が発生をして10月に、間に合わないという申し出があってというような流れを考えると、まあ、いわゆるこの作業者のレベルでは、課題というものはですね、まあ、それなりに明確と言いますかね当然分かってきていたのではないかというふうに思うわけです。で、まあ、そういう作業者の方の課題とかっていうことを今度は、この作業を全体を進めていく、まあ、管理者マネージャーですねマネージャーの方が、まあ、しっかり把握をしてで最終的にはこの開発の方向性をどうしていくのかというのは全体を統括する方、まあ、統括者という言い方をした方がいいんでしょうか、そういう方が判断をしていくと、まあ、その流れがですねうまくな、流れてなかったのではないかというふうに思った次第です。それで改めて確認をさせていただきたいんですがこの現行の開発体制ですね一括システムの開発体制についてこれ技術者の方、まあ、技術者といいますか作業者の方ですね何名程度でこれは全く業者委託なのか本市のいわゆる本市の職員といいますかね職員の立場での作業者という方がいるのかいないのかそれからこの、開発チームの現場での管理者ですね進行管理者この方は、どなたになるのかで、まあ全体の管理ということでは、まあ、局長とか担当部長とかという方が担当になられるんですけどそういう意味では全体進行していかれる統括者ですね。そうではなくてもっと現場に近い意味での適宜、進め方を判断していくこの統括の方というのは、どなたなのかということをもう一度確認をしたいと思います。米谷室長。はい、今回のこの、一括処理システムの開発にあたりましてはそれぞれ市側と事業者側で体制を組んでおります。事業者側は委託業者が統括のマネージャーがおりまして統括の代表の取締役がおりましてマネージャーがいてその下に作業者がいるとチームに分かれてでございますがいるということでマネージャーが把握されていると。で我々京都市側も事業者に対していろいろ指示をこうしてくださいとかああしてくださいとかいう指示を出すのですが、それの、一応体制上の、なんていうか一番上になるのが私でございます。ただ実際取り仕切っておりますのはオープン化担当の課長でございましてその下で各係長が各チームに対して、業者と接していると業者から質問があったらそれに対して適宜答えていくそれから業者の進行具合に対して協定支援業者からの支援をいただきながらいろいろ介入していくというようなことをやっておりました。平山委員。はい、まあ、米谷市長が全体統括されているということでそういうことでお伺いをしたいというふうに思いますけれども、まあ、この半年間、
遅延が発生してきていろいろ対処しようとしてきたけれどもうまくいきませんでした。でその後、まあ、委員会等で報告があって原因究明をいろいろやったんですけれどもなかなかどうですかね、ちょっとこれはまた第三者の専門家の検討委員会の結果ということになるんでしょうけれども技術的な課題だったのか進め方のいわゆる見解の相違という進め方の課題だったのかということの切り口はあるとは思いますけれども、まあ、そのいずれにしても原因の究明がままならなかったということです。でね、私が今日確認をさせていただきたいのはじゃあ第三者の専門家委員会の検討結果が出ましたと原因はこういうことでしたとで今後はこういう体制で進めていかなくてはなりませんねという、まあ、一つの結果が出ました。でその結果を何て言うんですかね本市として、きちっとこう受け止めて実行できるようなですね、まあ、体制が取っていけるかということが私は大変重要であるというふうに思ってます。市長に能力があるとかないとか僕が申し上げることでもないそんなことを言ってるわけではないんです、ないんです。ただ今までもありました通り実際の中身というのはこれ非常に専門的な分野で多くの人が聞いても深いところまでは分からないかもしれない。でもだからこそ第三者の専門家で検討してもらうわけです。ただその結果を今度は技術的にもまたこういうシステム開発という面でもしっかりと咀嚼をして本質として受け止めていかなければ進めていかなければならないというふうに思うんですがそういう意味では本質としてはどうなんですか。それはまあそういう前提でこの第三者委員会というのを検討されるんですか。今後の進め方と体制ということについての見解をお伺いしたいというふうに思います。辻担当局長、はい、先生ご指摘の通りまさしく今回の第三者の専門家による検討委員会これを立ち上げましたのはやはり大型汎用コンピューターのオープン化事業これの意義目的をしっかりと完遂するとそのために原因の究明だけでなくてですねやはり原因の結果等から導き出される最良の方策これを検討していただきたいということが目的でございますのでその検討委員会で出されてまいりました最良の方策これにつきましてはしっかりと受け止めていきたいというふうに考えているところでございます。平山委員合わせてですねその結果どうなるかということはこれは現時点では何とも申し上げられないところですけれども現行の業者さんがですねこのまま引き続き開発を、受託をして進めていかれるのかそれとも、もしかしてそういう意味では業者さんが変わられるのかに しても今後はいずれにしても本市と業者さんと、良好な関係を保ちながらですね次に28年の8月の半ばぐらいのように課題が出てきたときにきちっと、その場でその課題の意味を把握をして対応していけるような体制ということもまた必要であるというふうに思います。その点は強く要望をしますし取り組んでいただきたいと思います。最後にそこでご見解をお伺いして終わりたいと思います。辻担当局長まさしく今回遅延に陥った原因それが その原因が何だったとか、これをもうしっかりと我々も究明をしていただきまして真摯に受け止めたいというふうに考えておるところでございますので、一緒に今の事業者の方とはこれからも引き続きお互いにベストを尽くしていきたいというふうに考えてございますので、その事業者さんを切るとかですねいうようなことは考えておらないというところでございます。いいですか。はい、進行いたします。御塚副委員長、ちょっと冒頭に先ほど寺田副委員長の方から、今回手が上がった人数が多いので、関心が急に増えたのかなというようなニュアンスのお話があったので、そういうことではなく我々もずっとこれまでから辻局長とはお話をさせていただきましたし、
まあ、その検討チームの結果がなかなか公表できない状況の中で、まあ、一般質問する状況ではないかなと思って、まあ、質問をしなかったということでありまして、決して関心がなかったわけでもないということだけはぜひちょっとご理解をいただきたいなと思います。で、まあ、今回こういう形でね、まあ、市長が判断をされて発表されたということでありますが、まあ、これまでからこの検討委員会の中でもずっとあったのは、やはりそのここにある見解の相違なんですよね。で、見解の相違という状況の中で、ただできるだけ早く完了させなきゃいけないということと、でそれによっても経費を抑えなきゃいけないということの中からお互いに歩み寄るというところがどこまでできるかということをこの間一生懸命協議をされていただいたというふうに思っております。で、その上でこれは改めて確認なんですが、まあ、前回 まあ、質疑の中とかでもありましたけれども、要は第2期の支払いを止めてた分についてはそれは支払っていくんだというようなこともお話があったと思います。つまり歩み寄るという中でいうと、対立をできるだけ減らして、でお互いが理解し合える環境を作るということが、まあ、これまでの報告の中であったと思っているんですが、これについては実際に実行されたのかどうか、そこはいかがでしょうか。辻担当局長。我々は早期稼働を目指したいという思いを持っておりまして、第2期分の支払いについてはすで、にまあさせていただいている、すでにではなくて手続きの方をさせていただいているというところでございます。恩塚副院長。ではその点については向こう側からそれももらえないので、着手を遅らせるような、まあという話もありましたけど、そういうことについては一定、解消されているということでよろしいですね。で、その上で、まあ、なかなか見解の一致が見られないということで、この第三者、専門第三者による検討委員会ということなんですが、まあ、通常役所のやってきていることについて課題が起きて第三者検討委員会ができるというのはあくまでもその役所の中のことなので、それに対して役所の方で決めたらその第三者検討委員会の結果というのが最大重要視されるというのは当然のことだと思うんですが、今回はまあこのシステムズという別の会社があって、そことの間の見解の違いということであれば、この第三者委員会がお互いがね、この設置を了としなければ、結局第三者で作ったといってもそれは京都市側の判断ではないかと言われかねないんじゃないかなと思ってまして、これについてシステムズの話はどうなっているのかお聞かせいただけますか。辻担当局長。システムズさんの方にはこういった第三者の検討委員会を立ち上げるというお話についてはご報告はさせていただいたところでございますが、させていただいているところでございます。我々といたしましては見解の相違というものがある中で何が正しいのか、客観的な事実は何なのかと、その原因は何だったのかというところを、しっかりと、第三者の、専門家によって、しっかりと把握していただきたいというふうに思っているところでございます。恩塚副院長。これ、繰り返しになりますけれども、相手側が了としてくれないとね、これあくまでもそれは京都市側が勝手に作ったメンバーで勝手にやらはったことですと言われかねないと思うんですよ。そうすると本当の意味での京都市側からしたら第三者だと思っていても、このシステムズの方がいや我々認めているものではないんだから、それは我々の見解と違いますと言われたら同じことになっちゃうんですよね。そこのところはどうやって相手側に理解をさせて、でここで出てきた結果についてはお互いが認め合う状況を作るとかっていうのが大変重要で、その前段でね、僕が思ったのは先ほど そのお金の話であるとか、とにかくこちらが行って歩み寄らなきゃいけないことについてはちゃんとしておかなければ、その信頼関係っていうのが絶対作れないんじゃないかなと思ったのでお聞きをしたんです。ですからその意味でもぜひこの件について、例えばそのこれから選ばれるその委員5名の方についてですね、それは一方的に京都市が選ぶということではなくて、そこにシステムズもどう加えるかということをしていかなければ、この結果について公平に判断をしていただける可能性が、その第三者検討委員会が公平にじゃなくて、システムズが公平な結果でを公平に調査した結果だというふうにはね、見てもらえない可能性が出てくると思うので、少しそこについてはより丁寧にシステムズとの間で交渉をしていただき、そしてしっかりとその辺の理解をいただけるような努力をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
辻担当局長。私どもの方も、この原因の究明、それから、何が最良の方策なのかということにつきましては、しっかりと、客観的に、ご判断いただきたいというふうに思っておりますので、人選につきましては慎重に対応していきたい、してまいりたいというふうに考えてございます。恩塚副院長。はい、訴訟に、ならないということが一番大事 でそれで、全てのものが止まってしまうということが一番困るわけですから、そうならないためにもこういう形で、お互いが認識理解し合える状況を作るために第三者検討委員会を作っていると私は思ってますので、ぜひそこについてはできるだけその最悪な結果にならないためにも相手側にしっかりとテーブルに乗れるような状況を作るという努力はお願いしたいなというふうに思います。で、ということで、訴訟になるとおそらくそのシステム開発が止まってしまうということもあって、そうしないようにということがこれまであったわけですが、現時点でこの、お金も払いました。で、また見解の相違はあります。しかし、今までの契約に基づいて全ての事業、システム開発について今システムズは継続的にやる判断はしているんでしょうか。辻担当局長。一時期若干作業の中断ということについてご報告をさせていただいたところでございますけれども、今はもう全て作業の方については引き続き、していただいているというところでございます。恩塚副院長。はい、そうしましたら、そういう意味では京都市の方で検討委員会を立ち上げたのと同じような状況の中で、この間これからも進んでいくんだろうなと思いますので、ある意味両輪で、しっかりと仕事をしてもらいつつも、で過去のことについての問題点についてはそこではっきりさせて、だからそれが原因となって今のシステム開発がより遅れることのないということにだけはぜひ、全力を持って取り組んでいただきたいというふうに思います。で最後に、費用については、結果的にいつできるか完成するかということ自体が、システムズの方からも出てこない状況の中でははっきり言えないというのがこれまでの見解ですが、当初でいうと2月の、そうですね、予算議会が始まるまでに、一定どれぐらいの予算を見なきゃいけないのかということについては判断せざるを得ないということも答弁であったと思います。でそれについて、今日はこの時点では、できないということについては、了としますけれども、とは言っても、2月の議会で考えると、次の係争ぐらいには、一定 その、幅が当然出てくるというふうに思うわけですが、ただ予算を組む上でおいたらこれぐらいは発生するかもしれないというような数字を組まなければ当然のことながら29年度予算を組めないのかなと思いますので、そこについては、次回の委員会等で、発表する、いうようなお考えがあるのかどうか、いかがでしょうか。辻担当局長。今まさに予算の時期でございまして、我々も財政当局の方とは今話をさせていただいているところでございます。その調整つき次第ですね、しかるべき時に報告をさせていただきたいというふうには思っております。恩塚副院長。はい、ぜひ、予算が内示されてからということでなく、その段階で少しでも早い段階でこれだけ問題になっていることでもありますので、繰り返しですけど、確定した額でなくてもね、これぐらいの枠は取らないといけない、で決してこれ全部使うつもりもないけどもということであっても、一定報告をいただくというようなことはお願いしたいと思います。終わります。はい、進行いたします。小林委員。先ほどちょっとこのペーパーを持ってきていただいたときに聞いたんですけれども、業者側が業者というかこの側がですね、求めておる資料を京都市側がちゃんと出さなかったからこんなことになったんやというような泥仕合のようなこの争点があったように聞いてるんですけれども、ここのところどういうことなんですか。辻担当局長。すみません、そういったことも含めまして、ちょっと第三者の検討委員会の中でしっかりと、議論していただきまして、何が、遅延の原因であったのかということについてしっかりと判断をいただきたいというふうに思っているところでございます。小林委員。いやいや、そうじゃなくて、その
いや、あんたとこはちゃんとうちは言うてんのにちゃんといろんなもんそらへんからこんなことなってんけど、いやいや、そういう言われたことに対してきちっと資料を出さなかったのか、向こうの言って要求しておるものを整えなかったのは事実なんかね、その辺のところで揉めとったらね、そんなもん普段の業務怠慢やないですか。役所としてその係員が悪いのか、その組織体が悪いのか、そこを言うてるんですよ。第三者委員会を立ち上げるかどうかじゃなくて、そういう事実があったのかね。そこは辻さんどうなん、うん、辻担当局長。資料について一部出ていただかったということは事実でございます。小林。いや、あんた淡々と答えるけど、それ事実でございまして、それ大変なこと違うの。そんなあんた言われた通り、向こうが要求することもだしの、こっちがしてほしいことも業者にしてもらえのをしながら仕事をしていかへんかったらできへんの違うの。そのところ、そんなあんた簡単に言うけど、そんな問題ではないの違う。辻担当局長。そういったことも踏まえて、第三者の、検討委員会で、何が遅延の原因だったのかについてしっかりと把握をして、経緯を明をしていただきたいというふうに考えているところでございます。小林委員。なんか昨夜電話持ってたらしいんやけどね、私もちょっとご通夜等が個人的にあっていろいろ電話取れなかった。朝ちょっとこの電話くれたんか言うて聞いて、このメモの時の説明、さっき岡田さんやったかな、聞いたんやけれども、どうも私、その辺のところが、こんな大きなお金をかけて、大事な市民の仕事をするのに、感覚的にですよ、私、コンピューターのことも全然わからへんから、理科系の頭も全くないんでね、そこは踏まえて、僕はものを言うとるんですけどね、なんか、その、きちっと、言われたことをやらんし、その辺が原因違うのと、簡単な原因が根本的なことで原因があったんじゃないのと、こう岡田さんの説明を聞いて思ったんやけどね、そこんとこどうなんです。辻担当局長。先生すみません、同じことになるかもしれませんが、そういったことも踏まえて、何が遅延の原因に結びついたのかということについてしっかりと第三者の専門家の方によって原因を、究明していただきたいというふうに考えているところでございます。小林。これ以上、ちょっと私ももっと寺田君のように正月かけて勉強してないからあんまり言えへんけどね、さっき本当にそう思ったんですよ。どうも見解の相違だけでこうすまんような、何やさっぱりわからないようなとこがあってね、もうこれ以上辻さん言うててもしゃあないんでね、もう聞きませんけどね、なんかこんな大きなお金かけて大事な仕事してんのに、なんでそんなことになったんかいなというのが私の気持ちなんです。だから第三者委員会立てんやんかと言われたらもうそれまでなんでね、さっぱり分かりませんからやめときますけどね、ほんまちょっと考え方が、私はもう説明聞いた時に感覚的にもう大変なことなんやのに、ものすごい安易に考えてるのかなということしか思えなかったんでね、ちょっと言うてねんやけれども、もうそれ以上言うても泥仕合みたいなのでやめときますわ。はい、はい、他に質問ございませんか。はい、岩佐委員。もう皆さんいろいろと議論もしていただきましたし、今までも議論し、また報告も受けている部分もやり取りした部分もあるんで、もう端的に最後ちょっと確認だけしたいんですが、このシステムズの方はですね、今は問題としては遅延が発生しているということが大きな問題なんだということで、別にこれはできないと言ってるわけではないということですよね。でそうなると結局今のその業者の方は、これがやっぱりその今の現状であればですね、どれぐらいやっぱかかるというような見通しというものはやっぱり立てて
来られているのか、それとも今だとなかなかやっぱり見通しが立たないというような状況にあるのか、この点お聞かせいただけるのであればお聞かせいただきたいというふうに思っております。辻担当局長、はい、事業者の方とは一緒に稼働時期等についていつ頃にできるだろうというようなお話は前向きさせていただいておりますので、引き続きその稼働に向けて取り組んでまいっているというところでございます。岩佐委員、ということはその稼働時期についても要するに今原因がいろいろ遅延の原因があってこれがはっきりしないことには明確にはなかなか言えないという今はお互いの状況だということでいいわけですか。辻担当局長、はい、まさしく第三者の検討委員会におきましてその、我々としても何が正しかったのか何が、原因なのかというところをしっかりと、究明をしていただきまして、それに基づいて、ある意味そういった投資そういった検討の結果も踏まえまして稼働時期についても決めていくことになるのではないかなというふうには考えているところでございます。岩佐委員、はい、その第三者委員会の検討委員会での一つの答えも出るだろうと、で、業者さんの方の見解も今すでにあるだろうと、でその中でこれが原因だということになればこれを解決するっていう今度は見えるので原因が分かるのでそれによって稼働時期も決まってくるというような一連の一応今流れがあるというような理解で今はよろしいわけですか。辻担当局長、はい、それで結構でございます。また我々も事業者の方とも遅延の原因とは別にしまして稼働時期についても、協議をさせていただいているところでございますので検討委員会のお話それから事業者の、とのお話、こういったものを含めて、稼働時期については決めていきたいというふうに考えてございます。岩佐委員、はい、分かりました。やはりもともとのこのオープン化事業の意義ですね、これは本当に我々もまたしっかりと捉えてきたことでもありますし、目的もしっかりと貫通してもらいたいということはこれは当然のことでございますので、また引き続き報告の方もお願いをしたいということを最後お願いして終わります。他にございませんか。なければ次に京都市中央卸売市場第一市場にぎわいゾーンの活用にかかる公募の実施についての報告を聴取いたします。それでは理事者報告願います。山本プロジェクト推進室事業推進担当部長、はい、着席して報告してください。ありがとうございます。それでは京都市中央卸売市場第一市場にぎわいゾーンの活用にかかるプロポーザルの実施につきましてご報告をさせていただきます。恐れ入りますがお手元の経済総務委員会資料をご覧願います。本市におきましては京都駅西部エリアにおける多彩な地域資源をつなげ京都の新しいにぎわいを創出するため平成27年3月に策定をいたしました京都駅西部エリア活性化将来構想において京都市中央卸売市場第一市場の施設整備に伴い生み出される七条通りに面した土地をにぎわいゾーンと位置づけ新たなにぎわいを創出するために活用することとしております。また活用にあたりましては JR 嵯峨野線新駅の開業が平成31年春に予定されておりますけれどもにぎわいゾーンの資金の距離にある JR 新駅の集客力を最大限に生かし京都市中央市場商店街等の地域資源との相乗効果を追求することで京都駅西部エリアにさらに大きな人の流れを生み出すこととしております。先月には都市計画や地域経済などの学識者や地域の代表の方で構成する京都市中央卸売市場第一市場にぎわいゾーンの活用にかかる契約広報事業者選定委員会を開催し募集条件等について専門的見地を踏まえた審議を行うなど公募に向けた準備を進めてまいりました。この度その準備が整いましたことから本市と優先的に交渉する契約候補事業者の公募を開始いたしましたのでご報告をさせていただきます。まず1にぎわいゾーンの概要についてでございます。括弧の1名称はにぎわいゾーンとし現在の京都市中央市場水産事務所等敷地の一部でございます。括弧2所在地等は JR 嵯峨野線の京都駅と丹波口間に整備されます新駅に近接し
実測面積で4000平米となります。資料の最後のページ6ページに参考資料としてにぎわいゾーン1図を記載してございますのでご参照願います。お戻りいただきまして2ページの括弧の3工法上の規制をご覧ください。こちらには主な工法上の規制をまとめて記載してございます。用途地域は商業地域で高さ31メートル指定建蔽率 80% 指定容積率 400% でございます。また高度利用地区を適用することでホテルや旅館に供する床面積の合計が延べ面積の2分の1以上の建築物は指定容積率 400% に最大 200% を加算できることとなってございます。次に2募集要項の配布及び受付についてでございます。募集要項につきましては今月13日金曜日から配布を開始いたしております。事業者からの応募書類につきましてはおよそ3ヶ月間の募集期間を経て平成29年4月3日月曜日から7日金曜日までの間に受け付けることとしております。3募集する施設につきましては括弧の1京都市中央市場及び商店街と連携したにぎわいを創出する施設括弧の2多様な人が集い滞在できる施設このいずれの要件も満たす施設を募集してまいります。次に4応募資格につきましては3募集する施設に記載の趣旨を踏まえたにぎわいゾーンの活用を行う意思があり貸付契約の契約者となる法人とし税等の滞納など募集要項に掲げる計画要件に該当しないことが必要になります。次に5主な募集条件についてでございます。括弧の1土地の貸付条件の貸付の期間につきましては10年以上60年以内の範囲内での定期借地権を設定いたします。続きまして3ページの E 最低貸付料をご覧ください。事業者には年額2800万円を最低貸付料として貸付希望価格を提案していただきます。うにぎわいゾーンの引き渡しにつきましては本市において既存建物とすなわち水産事務所等のことですが既存建物等を除却した上で貸付契約締結後ににぎわいゾーンの引き渡しを行います。引き渡しの時期は平成30年6月以降を予定しております。 A 保証金についてでございます。事業者には貸付料の2年分に相当する額の保証金を納入いただきます。次に括弧の2本市の求める提案等についてでございます。あの廃止した短絡線を活用して新たに設置する歩行者空間との接続についてでございます。先ほどの6ページの参考資料にも記載してございますけれども本市におきましては JR が新駅南側に設ける改札口から七条通り北側までの間に廃止した短絡線を活用し屋根付きの歩行者空間の整備を予定しているところでございます。その動線といたしましては新駅改札口から西側へ出て北上し途中階段またはエレベーターにて短絡線に上りそのまま七条通りをまたぎ七条通りの北側に階段またはエレベーターで降りるものでございます。この歩行者空間とにぎわいゾーンに設置する施設との接続を2階あたりで接続を想定してございますけれどもこの接続を求めてまいるものでございます。 E の京都市中央市場との連携につきましてはにぎわいゾーンが京都の食文化の拠点である京都市中央市場南側の玄関口に位置していることから食文化の発信や事業連携など京都市中央市場と連携しかつ地域とも共存共栄したにぎわいを創出する提案を求めてまいります。うの観光客の受け入れ環境の向上につきましてはにぎわいゾーンが京都水族館京都鉄道博物館梅小路公園や JR 新駅に近接する立地環境の利点とこれらの集客力との相乗効果を発揮し観光客の受け入れ環境向上に貢献する提案を求めてまいります。またにぎわいゾーンに設置する施設への観光客等の来訪者が利用する交通手段の予測とその予測に基づき事業者が講じる対策等の提案についても求めてまいります。 A の
回遊性の向上につきましては、にぎわいゾーンに集まった人やにぎわいの集客効果を周辺地域にも波及させるために、梅小路公園や JR 新駅からにぎわいゾーンへの、またにぎわいゾーンから七条通り東西に連なる商店街や北側の島原エリア、あるいはリサーチ京都リサーチパークなどへの人の流れを生み出す点を求めてまいります。王の地域のまちづくり、商店街の活性化への貢献につきましては、地域のまちづくりを推進するために、地域コミュニティや地域防災活動、また昨年3月に設立をいたしましたエリアマネジメント組織京都駅西部エリアまちづくり協議会への参画や、本エリアにある商店街の活性化につながる取り組みなど、地域のまちづくりに積極的に関与する提案を求めるものでございます。続きまして4ページをご覧ください。課の正規雇用の創出、市内事業者の活用、木の伝統文化伝統産業等の活性化につながる物品や技法の活用につきましては、施設の整備運営等にあたり正規雇用を新たに創出し、また可能な限り市内事業者を活用するなど、地域経済に貢献することや、京都の伝統技法伝統産業品の活用や、京都産木材の利用などを求めるものでございます。次に6、事業者の選定方法についてでございます。括弧の1、審査方法につきましては、応募した事業者から提出された書類をもとに、選定委員会においてあらかじめ事業者に提示する審査項目等に基づき審査を行ってまいります。審査においては必要に応じてプレゼンテーションやヒアリングを求める場合がございます。括弧の2、審査項目についてでございます。1、申し込み事業者の事務遂行体制業務実績及び2、申し込み事業者の財務経営状況につきましては、申し込みを行った事業者において事業をしっかりとできるだけ実施できるだけの体制が整っているのか、また実績や事業実施のノウハウ、あるいは資金面での不安がないかといった点を審査する項目でございます。次に活用計画の内容といたしまして、3、活用計画の実現性安定性につきましては、事業者の提案が実現可能なものであり、長期にわたって安定的に事業展開するとともに将来的な発展が見込めるかといった点を審査する項目でございます。4、にぎわいの創出、5、にぎわいゾーン周辺にある地域資源との相乗効果、6、地域のまちづくり商店街の活性化への貢献、7、地域経済への貢献につきましては、先ほどご説明をいたしました3ページに記載しております本市の求める提案等を審査する項目でございます。次に価格評価といたしまして、8、貸付希望価格の比較は他の事業者と比較してより高い貸付料の提案がなされているかを審査する項目でございます。なお各審査項目の配点につきましては記載の通りでございます。次に5ページをご覧ください。7、スケジュールについてでございます。募集要項の配布以降、にぎわいゾーンの引き渡しまでの予定を記載してございます。募集要項の配布を1月13日金曜日から行っております。今後1月と2月に事業者からの質疑を受け付け、その回答を市のホームページで公表をしてまいります。事業者から提出される応募処理の受付期間は4月3日月曜日から7日金曜日までの間とし、4月と6月頃にそれぞれ選定委員会を開催し、契約候補事業者の選定を行ってまいります。その後契約候補事業者とは、8月頃には基本協定書、平成29年中には貸付契約を締結し、平成36年6月以降ににぎわいゾーンの引き渡しを行ってまいりたいと考えております。最後に8、募集要項の配布場所等についてでございます。募集要項につきましては、総合企画局プロジェクト推進室において配布いたしますとともに、当室のホームページにおいて公開をしております。なお本日は添付資料といたしまして募集要項をお配りさせていただいてございますので、後ほどご参照ください。ご説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。はい、ただいまの報告について質問のある方挙手願います。はい、寺田副院長。はい、今まあご説明いただいた中でですね、まずちょっとお聞きしたいのが、
まあ、募集要項の配布としましては1月13日からという形でして、で、まあ、受付期間は、ね、非常に短いというか、まあ、この4月3日の週しかないんですけども、今現在は例えばその問い合わせというんですかね、そういったものはどの程度来ているんでしょうか。山本担当部長。はい、まあ、この事業公募いたします前にも問い合わせが複数の事業者等々からございましたとともに、公募開始いたしましてからも問い合わせ、ございますけれども、事業者の、事業活動に、影響を与えるということもございますので、公表については差し控えさせていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。寺田副委員長。まあ、まあそこそこ引き合いがあるという理解でいいんですか。まあ、要するに私が何が言いたいか言ったら、その応募の受付期間がね、まあ、これだけしかないんでね、まあ、結果としてね、あこんなをことやったはんにあったら手挙げたのにみたいな話がね後から出ないかどうか、その辺をちょっと聞きたいんです。山本、担当部長。はい、まずこのにぎわいゾーンですけれども、将来構想に方策としてにぎわいゾーンの活用というのは掲げてございまして、将来構想発表した以降から適宜、事業者等々から問い合わせ等がございました。で、この間も私どもの方で、デベロッパーあるいは金融機関等々に需要見込みの聞き取りも行ってきたところでございまして、まあ、複数の公募の手が上がるものというふうに期待しているところでございます。寺田副委員長。はい、まあ、その辺ねしっかりと何て言いますか、やはり事前にね、そういったことも、まあ、分かっていただくというか、そうしないとね、さあスタートしたら手が上がらへんかったりとかですね、全然1社とか2社しかっていうふうなことにはねやっぱならんようにしとかんと、こういったものはやはりその広く競争性を持ってやるという形でやってますんでね、お願いしたいと思います。それから、まあ、ずっと見てますと、やはりそのホテルにしてほしいという色がめちゃくちゃ出てるというか、そんな感じは非常にするんですけども、まあ、もちろんそういったものになるというのがね、一つのにぎわいの、まあ、ことにもなってくるのかなということも思っておりますので、まあ、その辺ホテルであれば、まあ、容積率も緩和されるという形の中で、まあ、どういう手が上がるのかなというふうなことでございます。あといろんな手続きがね、これ当然建築される場合にはあるんですけども、このあたりはその一定なんて言いますか、京都市の方で何がしかのフォローがあるのか、いやいやもうそれはもう貸し付けして契約してないから、あとはもう事業主で全部手続き京都市としては一切タッチしませんよという形なのか、その辺はどうなんでしょうか。山本担当部長。当然大きな土地の開発でございますので、事業者の方には、京都市に対しましていろいろ手続きを取っていただく必要があろうかと考えてございます。一定私どもでもどういった手続きが必要かということも把握してございますので、契約広報事業者の方とはそこら辺は密に連携を取りながら、適宜、指導助言を行っていきたいというふうに思っております。寺田副委員長。まあ、当然ね、審査基準はね、一般と同様にピシッとやられるとは思うんですけども、やはりせっかくね、そうして京都市の土地に手を挙げられるんですから、まあ、その辺はね、むしろきちっと、なんて言いますか、いろんなところのね、フォローはやはりしてあげるべきなんじゃないかなと思いますし、きちっと事業者の方とね、連携を取っていただくことが、また、まあ、皆さん方がね、企業ここに、まあ、何がしかのものができるんですけども、それがですね地域の活性化につながるという形ですから、まあ、その辺はしっかりとお願いしたいというふうに思ってます。から今回の計画でですね、ちょうど七条通りの、まあ、北側と南側に土地があるんですけど、今回はまあ北側だけという形なんですけども、そのあたり南側の方向性も含めてですね、どのようにお考えになっているのかお聞きしたいと思います。山本担当部長。はい、今委員から、ご指摘ございました通り、将来構想に掲げるにぎわいゾーンにつきましては、今回我々で募集いたします北側のにぎわいゾーンと七条通りを挟みまして南側にもにぎわいゾーンというのがございます。このにぎわいゾーンですけれども、市場の方が所有しております土地建物を所有する、南関連道ということで、現在テナントあるいは交番なんかが入居されているところでございます。今回ですね、この交番に建てまして
して、南と北を分けてするという至った理由でございます。大きく2点ございます。先ほど申し上げましたけれども、今回の公募にあたりまして、私どもで、金融機関あるいはデベロッパーの方に、需要見込みの聞き取りを行ってまいりました。そうしたところ、新潟像の南側のこの細長い、形状で8メートルの奥行きが8メートルで幅が90メートルなんですけれども、細長い形状あるいは730平米という狭い面積では北側との一体活用は非常に難しいというような意見でございました。でもう一つ2点目がございます。この南側につきましては、昨年11月に南側用地に隣接する事業者の方から、自社敷地と合わせて南側用地を新潟施設の整備に活用したいというご相談が入っているところでございます。本市といたしましては、この隣接する事業者によりまして、事業者の敷地と新潟ゾーンの南側用地とが一体で活用されまして、新潟施設の整備ができれば、今回の北側用地の新潟施設とともに、JR 新駅の集客力を最大限に生かして大きな人の流れを生み出し、面的な広がりを持つ京都の新しい賑わいを創出するものというふうに考えてございます。それによりまして、将来構想のビジョン、多彩な地域資源をつなげ京都の新しい賑わいを創出する街の実現に大きく寄与するものとして、今回賑わいゾーンの北側用地と南側用地と分けて活用したものでございます。なお相談があるというふうに申し上げましたけれども、新潟ゾーンの南用地に隣接する事業者の事業者名あるいは事業内容につきましてはまだ相談中というところでございますので、企業活動に刺激を及ぼしてはいけませんので、公表は差し控えさせていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。寺田副院長。南側については、土地の形状の特殊性は確かにあろうかと思いますし、またその七条通りに面しているというところらを考えると、そういった土地の有効活用に関しては単独でやるよりもさまざまな、可能性を求めるということについては一定理解するところであります。ただ、その辺ね、今もちろん相手さんのあることでもあるということでございますけれども、一定ですね、公表できるような状況であれば、タイムリーにまた議会の方にも報告いただきますように、そこはお願いをしていきたいと思います。それからあと今その単独でよりもそれは他の土地とって話もあったんですけども、今回のそのにぎわいゾーンもですね、いわゆるそのそこ今回やってもらえるところだけじゃなくて、当然近くには水族館や鉄道博物館もありますし、また中央市場や商店街という形でね、そういう面でいろいろとこう人が動くようなことを考えるということやと思うんですけど、比較的ですね、その中央市場との連携というのはね、例えば中央市場の食材使ってとか、いろんなね、そういった仕掛けっていうのはイメージできるんですけども、商店街との連携っていうのはね、どのようにこう、もちろんそれが何になるかによってよるんですけども、ホテルになるのか、いわゆるその商業施設になるのか、何になるのかによって変わってくると思うんですけども、いずれにしてもそういうにぎわい施設、人が集まる施設だという形であればですね、当然その人が動くということを想定してだと思うんですが、商店街との連携っていうのはどのようになってるんですか。山本担当部長。はい、商店街との連携についてでございます。この新潟ゾーンの周辺には七条通りに面しまして、東西につながる6つの商店街とともに、市場の東側にも島原といった商店街、全部でエリア内に7つございます。で、これらの商店街につきましては、活性化につきまして大変重要な課題であると認識しておりますとともに、かつて非常に繁栄しておったわけですけれども、最近はしんどい状況がございまして、大変難しい問題であるとも認識しているところでございます。このため募集する施設、今回の募集要項におきまして募集する施設といたしまして、商店街の連携を掲げておりますということとともに、活用条件の本市の求める提案、これにおきましても地域のまちづくり、商店街の活性化への貢献というふうなことを掲げまして、ハード面、ソフト面も含めて民間目線でのさまざまな事業者からのご提案をいただきたいというふうに考えているところでございます。またこの新潟ゾーンを運営する事業者の方には、昨年3月に設立いたしましたエリアマネジメント組織、京都駅整備やまちづくり協議会にも参画していただくことを想定してございまして、今後、事業者には最大で60年このエリアでにぎわいを創出していただくということになりますので、
単にまあにぎわいを施設を運営するということではなしに、地域や商店街の一員となっていただきまして、地域の核となって地域貢献、商店街の活性化を牽引すると、まあ、こういった取り組みを求めていきたいというふうに考えております。寺田副院長。まあ、この界隈はね、もちろん古くからの商店街っていうのかな、そういった方もおられますし、また最近新しくですね、この界隈にお店出されたりとか、そういった、まあ、新旧いろいろとおられると思うんですよね。まあ、そういった皆さん方とね、やはりしっかりやっていくためには、その面ですね、さっき言いましたように、そういう全体的なですねことを連結させるような、まあ、仕掛けっていうのかな、そういったものがいると思うんですけども、その辺はいかがですか。山本担当部長。はい、まさに、先生おっしゃる通りでございまして、今回ですね、このにぎわい施設整備するわけですけれども、この新駅ですけれども、京都駅から、まあ、わずか一駅の部分にございまして、交通利便性が格段に向上するものというふうに考えてございまして、多くの人がますます訪れるのではないかというふうに思っております。でこうした JR 新駅に隣接する立地条件を生かして、にぎわい施設をやるということでございます。またこのにぎわいゾーンですけれども、この西部エリアのほぼ中心に位置しております。多くの方ににぎわいこの施設に訪れていただいて、滞在していただいて、さらにはその訪れていただいた方々がたくさんの地域資源周辺にございますので、周辺の観光地あるいは商店街にも流れていっていただきたいというふうに思いで考えております。先生おっしゃるようににぎわいゾーン単独で考えるということではなしに、鉄道博物館、水族館などと、あるいは商店街、中央市場などとも連携をして、点ではなくて、面で、相乗効果を求めてエリアの活性化につなげていきたいというふうに考えてございます。寺田副院長。まあ、京都はね、観光に来られる方が非常に増えてきたという中でね、やはりその観光地の集中というんですかね、そういったことによって、交通の問題であったり、あるいはその地域のですね混雑の問題という言われている中でね、やはりその分散化というんですかね、京都いろんなところに行っていただく中の、これが一つという形になっていけたらいいなという、もう現にその鉄道博物館や水族館というのがあってね、それはそうして行っていただいているんですけど、さらにですねその地域がしっかりと活性化していくようにということです。でもう一つは、望むべくというかね、やはり京都来られる方よく言われるのが、夜その行くとこないよねっていうことをよく言われるんですよね。そういった意味ではこの梅小路界隈もどのようにね仕掛けがすればいいのかっていうのはあると思うんですけども、ある意味その夜もですね何がしかの人が来ていただけるようなね、そういうことも考えながらね、やっぱりいろんなありとあらゆる可能性なんですけども、そういうことも含めてね、いろいろとまたしっかりと前に向けて検討していただきたいと思います。以上です。山本担当部長。はい、先生今おっしゃいましたように、夜のにぎわいということが、今後の課題であろうかというふうに思っております。そうした中で、地元の JR を中心に地元の企業あるいは地元の自治連合会も参画いただく中で、我々も参画しておるんですけれども、みんながつながるプロジェクトということでエリアマネジメント組織もございまして、昼間のにぎわいはもとより例えば冬の公演ということで梅小路公演を活動した夜のイベント、あるいは今日の七夕にも参画をしていただいております。そうしたことで今まで何もなかった状態から少しずついろんな取り組みが始まりつつございまして、我々としていたしましても夜のにぎわいということで、どういったことができるのかということで、このにぎわい事業者とも含めて連携を図りながら、またエリアマネ組織、京都駅西部まちづくり協議会とも連携を図りながら、夜のにぎわいも含めて、にぎわい作りに頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、進行いたします。西村よしみ。はい、卸売市場のにぎわいゾーン の取り組みなんですけれども、総合企画局が、ご担当されると、いうことなんですけれども、取り組みはですねやっぱり産業であったり、観光であったり、産業であったり観光であったり、あるいは都市計画に関わったりと、広範囲に取り組みがあるかなというふうには思います。でそこでですね、募集要項の、本冊子の10ページにも強調されておりますけれども、本市の求める提案、事業者に対する提案の意、のところでもですね、食文化の発信や事業の、連携、
あるいは、まあ、中央卸売市場とのまあ連携や地域とも、まあ、共存共栄した、取り組み、まあ、これ非常に、まあ、大事だというふうには思うんですよね。まあ、先ほども、まあ、質疑ございましたけれども、商店街の、まあ、活性化、あるいは、まあ、地域のですね、活性化、これはやっぱり基本的にはそこが私は中心になってしかるべきではないかなというふうには思っております。七条通りの商店街は非常に大規模、周辺もいろんな商店街ございますけれども、そこがですね、翻って住民の皆さんの暮らしであったり、あるいは日々の生活買い物、こういうところに依拠しているわけですから、ここの活性化がですね、大切だというふうには思うんです。そこでですね、こういう、商店街の活性化等と、今回の、にぎわいゾーンの、取り組み、にぎわいゾーンの取り組みの提案の中にはですね、誘導用途ということで、ホテル、旅館等を含めた、複合施設の、建設だというふうになっているわけですけれども、そういう施設がですね、できて、じゃあ地域への、効果波及、商店街への、影響といいますか、その辺のところは基本的にはどうお考えのか、先ほどちょっとございますけど、もう一度お願いします。山本担当部長。はい、私どももやはり商店街の活性化、そして地域の活性化ということが重要な視点であるというふうに考えてございます。先ほどと同じになりますけれども、今回募集する施設として中央市場および商店街との連携というふうに謳っておりますけれども、活用条件、本市が求める提案の中にも地域のまちづくり、あるいは商店街の活性化への貢献ということを求めてまいりまして、ハード面、ソフト面も含めまして、民間目線でのさまざまな事業提案を認めていきたいというふうに考えているところでございます。また今回のにぎわい施設ですけれども、単にホテルということではなしに、エリア内の地域資源との相乗効果によって、多くの多様な人が集うということを求めていきたいと思っております。そうしたことによって新たなにぎわい創出する、あるいは新たな人の流れができることで、エリア全体の活性化につなげていきたいというふうに考えております。西村芳美。はい、エリア全体の活性化面で考えていくんだというお話でありますけれども、10ページの「う」にですね、観光客の受け入れ環境の向上、これまでも、近くでは、鉄道博物館、あるいは、水族館等が建設をされてきました。そういう対応の中でもですね、地域の活性化面で考えていきたいという、説明がこれまでもされてきましたけれども、じゃあですね、そういうものが、今でも整備をされてですね、地域の活性化、あるいは周辺の商店街への影響、この辺は例えば具体的にですね、数値で掴んでいただいているとか、影響がどう向上されているとか、その辺のところというのは、調査はというか、数値ではどうなんでしょうか。山本担当部長。はい、募集に掲げておりますように、観光客の受け入れ環境の向上ということで、この間、水族館あるいは鉄道博物館ができまして、梅小路公園はやはり多くの方でにぎわっているのかなというふうに思っております。従前からありました地域資源を含めまして、こうした観光客の皆様をこのにぎわいゾーンに、来ていただく、取り込むということとともに、さらに回遊性を高めて、周辺エリアにも流れていけばというふうにことで、この募集要項を定めているところでございます。で、数字的な効果ということで言いますと、まず鉄道博物館ですけれども、鉄道博物館の入館者数で申し上げますと、昨年4月29日にオープンいたしまして、11月には、年度の目標予定で100万人を突破されたということであったりとか、水族館については、初年度は240万、その後、大体130万程度で推移されているということで、もともと22年に、都市緑化協会の方が、公園の来園者数を測定したところ、170万であったというところからすれば、飛躍的に人が増えているというふうに思っております。商店街の効果、波及効果ということで申し上げますと、
特に具体的な数字ということではないんですけれども、商店街の方からはやはりこの間、水族館、鉄道発館によって観光客が増加しており、うまく取り込んでいきたいというお話もお聞かせいただいてございまして、例えば、缶バッジを作る取り組みであったりとか、あるいはどら焼きに鉄道博物館の絵を描くとか、あるいは先ほど申し上げました、JR が事務局になっております、みんながつなぐプロジェクトでは、七条通りにモニュメント、あるいはバナーフラッグなんかも設置をするしまして、歩いて楽しい歩行者空間の整備も行っているところでございます。まあ、そうしたことも含めて、これからどんどん効果が現れるものというふうに考えてございます。西村芳美委員。大きなところはそうやってですね、人が増えたというご報告であります。そしてそういう周辺のところもですね、うまく取り込んでいきたいというご意見がありますので、そのうまく取り込んでいただくその方策というのはですね、これは特別な対応がやっぱり必要ではないかなというふうには思っております。やっぱり大きなところはですね、そういう形で観光の皆さんとかですね、入場者は増えていくんだということなんですけれども、じゃあその周辺の地域の商店あるいは経済にですね、どう波及をしていくのか、これは要望があってもですね、これを実際に実現していくためには特別な対応が必要ではないかなというふうには思います。私は右京のところを見ておりますけれども、例えばですね、右京の渦政地域、これは歴史的にはですね、平安京発祥の地でありますし、有名な広隆寺ございますし、近くにはですね、映画村から映画の撮影所で観光客をですね、取り込むために、JR の駅も、整備をされました。道路もですね、大きな道路が建設をされました。で観光地を、訪れていただく皆さんのためにさまざまな接続道路もですね、これ安全対策もと結構進んだというふうに思います。ただですね、その周辺のといいますか、本当に近くの、商店街はいつ聞いてもですね、意見は厳しい、大変だなという意見というのは結構あるんですよね。だから大きなところは一生懸命整備をされて、今後も都市計画でさらに施設は建設が進んでいきますけれども、一方でですね、その波及効果が地域にありますということはおっしゃるんやけども、でもその波及効果を生もうと思えばですね、それはそれの特別な別の対応がどうしても必要なことになります。だからそういうところをですね、しっかり見据えて、本当に地域の皆さんが取り込んでいきたいんだと、ご商売もっと一生懸命頑張ってですね、やっていきたいんだというご意見を持っていただいているわけですから、そこはですね、大きなところばかりではなくて、こういう地域の問題もしっかりと踏まえていただきながら具体的に対応していく必要があるのではないかなというふうには思います。まあ、今回は総合企画局の皆さんですので、産業とか観光の問題はですね、別の所管にありますけれども、基本的なところはどうなんでしょうか。山本担当部長。今委員おっしゃいましたように、商店街の活性化に向けて具体的な対応ということでございますけれども、だからこそ今回募集要項におきまして、求める提案といたしまして、商店街、の活性化への貢献、あるいは地域との共存公営といった項目を盛り込まさせていただいているところでございます。今回できますにぎわい、施設を核といたしまして、このにぎわい施設の整備をきっかけに、商店街を人の流れを生み出して、活性化につなげたい、あるいは我々のエリアマネジメント組織、これには地元自治連合会あるいは商店街の方にも参加いただいてございまして、そういったところで、これまでからも意見交換しておりますけれども、今後も引き続き、しっかりと連携を図りながら、エリアの活性化に取り組んでいきたいというふうに思っております。西村芳美委員。ですから地元の私の渦政でもですね、やっぱり地元の皆さんもそういう協議の場というのは入っていただいて、それぞれ意見を言っていただいているわけですけれども、実際には厳しいなという例をちょっと紹介させていただいたんです。やっぱり取り組みは他の所管のところも含めてですね、その具体的なところでやっぱり対応をしていく必要が
あるのではないかなというふうには思っております。で次にですね、年間2800万円の賃料ですか、定期借地権の賃料ですけどね、業者はですね、儲かるということであれば別に3000万円でも3500万でも提案すればいいということなんでしょうけどね、この賃料の収入はこの中央卸売市場のですね、再整備のところの費用も賄うということになっていくんでしょうか。山本担当部長。はい、この貸付料の収入ですけれども、現在聞いておりますのは、市場関係者の負担軽減につながりますように、市場施設整備の財源に充当できないかという観点も含めて、関係局において検討されているというふうに聞いております。西村芳美委員。はい、まだ決まってないということだと思うんですけれども、私はこのにぎわいゾーン の、取り組みとともにですね、中央卸売市場の、再整備に関わる、いろんな課題をですね、お聞きしております。やっぱりですね、これまで本当に長いこと、その場で、ご商売をされてきた来られた、商売員の皆さん、果たして、そこに、帰っていくことができるのか非常に不安、そしてその中の、業者だけではなくて今周辺のですね、商店の皆さんもですね、これから本当に、商売が続けられていくのかという不安、これよくお聞きをします。再整備に関わってはですね、新しい業者、強い大きな業者がどんどん入ってくる、来てほしい、いろんな考えがございますけれども、でもやっぱり地域の皆さんにとりましてはね、これまでなじみの皆さんが引き続き、商売を続けていただく、これは地域のコミュニティにも関わる大きな問題であります。だからそういう取り組みをの懸念をですね、やっぱり払拭をしていただくような対応対策、そういう問題もですね、課題もあるんだということはしっかりと見据えていただきたいなというふうに思っておりますけど、その辺のお考えはどうなんでしょうか。山本担当部長。はい、今回の募集要項には中央市場の連携ということで事業者からの提案を求めるわけですけれども、どういった形になるのか分かりませんけれども、市場事業者の皆様とも連携をしっかり図っていくということを謳っているところでございます。市場の、今後の、整備に伴って、それぞれの事業者が、商売をできるのか不安であるという、そこあたりの個々の事業につきましては参考環境局の方にお問い合わせいただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。西村芳美。大変大きな地域の取り組みでありますけれども、やはりこれはですね、地元の皆さんが本当にこれまで商売が続けられていけるようにですね、これやっぱり他の所管のところともしっかり協議をしていただきながら対応すべきではないかなと、地域の活性化で地域の商店街のですね、振興をより一層進めていただけるようにですね、やっていくべきではないかなというふうには思っております。以上です。はい、進行いたします。御塚副委員長。はい、今回この中央市場の一番南側、この七条通り市場通りに面するところということで、中央市場に関してもそうですが、先ほど来ありますように、この商店街、そしてここにある、七条通りの北側のエリアですね、その地域の回遊性を持たすために大変大きな役割を担うところということの中で取り組みを進められるということであります。でその中で改めて思うのが、その、短絡線を活用した要は敷地への入り口ですね、300平米おつくになってますけども、そこのところをどういうふうに活用していくのかというのは大変人の流れを作る意味ではまず最初のきっかけだから大変重要だなと思ってまして、これについてはいつ頃ね、どんな多分事業者にとってもどういうものが作るのかっていうのが分からなければ、その隣接どうしていっていいのか分からないところもあると思いますし、その意味ではこの短絡線 の、 全体でなくてもその最後 の、 その、七条通り北側のエリアをつこう、どのような形で使おう、具体的な設計図を含めて、お示しになられる時期がいつ頃なのかなということを思ってまして、いかがですか。
山本担当部長。はい、今御塚委員から、ご指摘のございました短絡線との接続ということですけれども、委員会資料の6ページの裏に、図面を開けさせていただいてございまして、この短絡線ですけれども、JR の新駅できまして、改札を出まして、改札が新駅の南の方にあるんですけれども、この改札を出まして西側を北上して途中、階段またエレベーターでこの短絡線、旧貨物線ですけれども、これに上りまして七条通りをまたいで、今先生おっしゃっているのはこの、にぎわいゾーンの一番、右下の部分ですね、この辺りがどうなるのかということで思います。敷地にしては300平米確保いただいてございまして、この中で、京都市の方で、階段とエレベーターを整備して七条通りに着地するというような予定でございまして、どういう姿になるかにつきましては、現在の建設局の方で、設計を行っているというところでございまして、この本来この工房に参ればよかったんですけども、少しまだ設計中ということでございまして、この公募期間中には、何らかの形で、どういう形になるのかお示しをしていきたいというふうに思っています。で、その上で、事業者の方には、2階部分を想定してございますけれども、2階部分に直接この中に入れるようにというような想定で、求めていきたいと思っております。御塚副委員長。はい、そういうところも含めてね、しっかりと事前に分かれば事業者にとってはより計画として作りやすいのは当然ですし、で、ある意味その単に、エレベーターとね、どっかの、ね、駅の、そのエレベーターの設置のようなものだとなかなか回遊性につながらないんじゃないですか。せっかく300平米あると考えると、その部分についてよりその何か目的意識が、ね、持てるような環境もそこに同時に作るとか何かして、でそこと新たにできるその4000平米のところとのつながりを、ね、どう考えていくのかということを事業者に提案してくれとかっていう方が、おそらくその、目的意識がより北へ向くかなと思うんです。ですから単なるその通路的な位置づけでの階段そしてエレベーターのホール、そういうものにならないようにね、ぜひこれは町内で検討していただくところであるということでありますので、ぜひそういうものをお示しをいただいて、でそういうものをうまく活用できるようなことを事業者にもさらに考えていただくということで、一体性をより強めていただくためにも、ここについてはよりさまざまな思いを集めてね、この300平米については計画をしていただきたいなというふうに思います。改めていかがでしょうか。山本担当部長。はい、貴重なご提案ありがとうございます。今後、事業者を選定していくわけですけれども、契約候補事業者と私どもの間で今いただきましたご提案を踏まえて、どういった、この活性化につながるようないいものができるのかという視点で、盛り込みながら検討を進めていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。本塚副委員長。ぜひお願いいたします。でなんとか、定着で、お借りをいただき、でいいものを作っていただく、さらには多くのお金を落としていただきたいということの中でいうと、懸念するのが一つは毎分のことだと思ってましてね。で、毎分について、確かにスロープを含めて北側のところはだいぶ、物が立ってたから問題はないとは思ってるんですけども、ただ、七条通りに面してのあたりについてはその調査は実績がないと。で、これまで、梅工事を含めて、いくつかやっぱりその埋分のことで問題になってきた経緯がこのエリアありますので、そうしたときに、どう対応するのかということが多分事業者にとっては大変、リスクだというふうに思ってまして、でそういう意味で言うと、今から変えることは当然できないということを重々承知はしておるんですけども、例えばその実際に埋分が出てきて、でその埋分調査までは当然事業者が、ね、することになってますけど、で物が出てきて、でそれに対しての調査期間が何ヶ月とかでも発生をすると、でそれが実際工事に影響するとかっていうことのリスクが発生した場合にね、どうなのかなと思えば事業者がなんか二の足を踏むことだってやっぱありえると思うので、そういったところに対して、
相談があった場合にどういうふうに対応するのかなというのが少し気になってまして、そこについてのお考えがあればお聞かせください。山本担当部長。はい、にぎわいゾーン の前園文化財調査の状況についてでございますけれども、まずこの水産事務所等の建設時昭和59年ですけれども、すで、に前文の調査を行っているところでございます。ただ、この事務所等にございます、スロープが駐車場に上がる部分かかっておるんですけれども、その柱と柱の間については、まだできていないと状況があるということでございますので、その部分を事業者の方が活用される場合については、前園文化財が出てくる可能性は考えられるのかなというふうに思っております。今委員おっしゃいましたように、前園文化財については事業実施に際するリスク要因の一つであるというふうに考えてございますので、仮に前文が出てきた際に賃料を減免するといったことによってリスク要因を消すことはより多くの事業者を参入に促すことにつながるのかなというふうに考えますけれども、しかしながら今回の工房の場合、まずスロープ部分の埋蔵文化財の調査が未実施である敷地、この部分をどの程度使うのか使わないのかといったことについては、それぞれの事業者によって異なるものであるのかなと思っております。すなわち事業者の提案内容によっては埋蔵文化財調査の有無が変わってくる必要がないところも出てくるということも考えられますので、価格評価をする上で一部の事業者を優遇することになりますので、望ましくないのかなと思っております。もう一つ、この公募いたします4000平米のうち、未実施の部分は今申し上げました通りスロープの柱と柱の間の部分の一部ということでございまして、今回この敷地を更地にして事業者の方に引き渡すということも考えますと、工事への影響は最小限であるのかなというふうに思っております。従いまして、このリスクも含めて事業者の皆様に事業計画をご検討いただければなというふうに思っております。ただ市場の方でもこの自覚をする際に、いろんな作業を行っていきますので、契約後方事業者の方とは少しもし前分がある場合には少しでも期間を短縮できるようにということで、その辺はしっかり協議を行っていきたいというふうに思っております。恩塚副院長。大きな建物であればあるほど地下も多分あると思うので、そうすると全部対象になってくる可能性ありますしね。で、工事するときに矢板を打たなあかんかったら結果的にはそこも対象になってしまうので、そこのところそういうことが起きたときにどう対応するかっていうことを一定示してあげることがね、その減額するかどうかは別ですよ。賃借期間の発生時期がスタート時期が若干見送ることも含めて何かその考えることによって改めてそのリスクを少なく感じれば感じるほど企業としたら当然のことながら家賃とか今の2800万に対してより多くのお金を出していただける可能性もやっぱありえるのかなと思うので、そういうところで対応できるところについてご検討いただき、不安をリスクをできるだけ回避してあげていただければなというふうに思います。で、あともう一点、この今回その定着で10年から60年と大変スパンが長いんですね。で、そうすると同じ2800万でも例えば10年で2800万、10年計画の2800万と60年計画の2800万であれば当然60年計画の方が、収入として大きいわけですから、おそらくそれは60年のところを選ばる、要因になる、点数的に言うと高い点数になるんだろうなと思うんですが、これその例えば30年ぐらいでね、今の建物が経路鉄骨とかだったら30年で焼却できるわけですから30年で終わってしまって、で、30年で例えばですよ、賃料は、4000万払いますと、片や60年で2800万払いますって言ったときに、これどういうふうにしてね評価点につきはんのかなと。これ期間一緒やったらいいんですが、あまりにも期間が開きがありすぎてね、そういうときに何を根拠に持ってこの価格の評価というのをされるのかなというのはちょっとこれ見る限りには出てこないので、その辺についてのお考えもお示しいただければと思います。山本担当部長。はい、申し訳ございません。そのあたりにつきましては選定委員会での、審査項目に大きく影響する分でございますので、この場での発言を控えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。恩塚副院長。具体的に言っていただくことはないんですけど、ただ、
そういったところで、まあ、基本的にその一つの考え方としてね、そういうことして多い方が当然点数高いんですというのは一つあると思うんです。だからどういうような考え方の事業者を選びたいのかっていうことは言って示された方がいいのかなというふうに思いますので、まあ、できるだけ長く借りていただいて、で、多くのお金を払ってもらいたい、まあ、これが本音ではありますけれども、まあ、そういう事業者に、より、まあ、採算ベースで会う中で自分たちが一番お金を出せる状況をどう作るかっていうところにね、まあ、目を向けていただいて、そういうことも言って、まあ、オープンできる範囲についてはしていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、最後になりますけども、こうして、中央市場、まあ、表の顔が一つできるようになっていく、でそれを、まあ、本当にそのホテルということで、まあ、上層階がホテルであってもね、やっぱり低層階ができるだけその中央市場との連携、そして周辺の市場との連携というのをどうやって、多分駅に着いた時に感じられるかだと思うんです。そこの施設に行ってからじゃなくて、だからそこの駅っていうことも大変重要なので、その駅においてのその全体像、七条通りの北側に対してのイメージをどう提供できるかっていうことも含めて、今後、よりこの計画を進めていく中ではお考えいただきながら、でそういったものに対しての協力要請をしっかりとしていただいて、全体に広がる計画になるようにお願いしたいと思います。他に質問ございませんか。なければ以上で報告聴取を終わりますが、この際総合企画局に対して何か質問はありませんか。はい、そしたら、西村義直委員どうぞ。広報についてお尋ねさせていただきたいと思います。広報については確かな情報、そしてまた分かりやすさというところは非常に大きく問われるというふうに思っております。ここではインターネットですね、京都市情報館にあります平成貴族というところ、まあ、いろんなね、京都市が進めるさまざまな事業とか、いろんなお知らせとか、一生懸命されてるんですけども、一方で、ちょっとたくさん、いろいろ接続、リンクしていくところが複雑で、なかなか毎日皆さんはそれに携わっておられるから、なかなかやりやすい、見やすいっていうことになるのかもわからんけど、なかなか一般の人で毎日毎日そのされてる方がそう多くなかって、なかなか接続しにくい、その見にくいというようなご意見もいただくんですけども、この平成貴族のところではね、どういった、まあ、これにかかわらずどういうようなチェック体制で日々更新をされているかというのをちょっとお聞きしたいと思います。上田市長公室長。はい、はい、京都市情報館に関する、ご質問でございます。京都市の情報館、平成、9年に開設をいたしました。ご承知のようにインターネットの普及、大変進んでおります。人口のだいたい 83% ぐらいの方が、インターネットを見ておられるという状況の中で、私どもも、情報館はじめインターネットによる発信というのは大変貴重なツールということで重要視しているところでございます。で、京都市情報館、確かに京都市さまざまな情報がございます。そういう情報をいかに分かりやすく市民の方々に伝えるか、日々トップページを含めて工夫をしているところでございます。他方でたくさんの情報を伝えなければならない、あるいはたくさんのそのためにバナーを貼るということで、どうしても見にくくなってしまう可能性もございます。できるだけシンプルにしっかりと市民の方に伝えるかというのが今現在開設している情報館の私ども一番肝だと思っておりますので、日々しっかりその点についてはぶれることがないようにチェックをし運用しているところでございます。ご質問ございました平成貴族についてでございます。これにつきましては京都市を市政を PR する動画を作成するという、これは
情報館とは別に動画作成という事業をの中で制作したものでございます。でこの動画につきましては例えばテレビの CM ですとか映画館の中で CM として流したりということもしているわけでございますが、その作った動画につきましても情報館の中で市民の皆さんに見ていただけるようにということでその映像をそのまま情報館の中で掲載しているところでございます。以上です。正午を過ぎましたが西村義直委員の質疑の後に休憩に入りたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、西村義直委員。はい、そこでお尋ねするんですけど、まあ、その動画ということでありますけど、まあ、その最初その動画に行くまでのところでね、ちょっとまあ京都市のホームページとしてはちょっとあまり合わないような画像があるというでちょっと私のところにまあちょっと問い合わせみたいな形で来たんですけども、ちょっとこれ見ていただけますか。まあどれがいいとかどれが悪いとかっていうのあるけど、まあ今お渡ししたやつっていうのはちょっとチェックとかかけてもうてるんですかね。これを不快に思って私のところにちょっとお尋ねいただいたんですけど、そういう画像は皆さんチェックとかどんなふうなことになってるんでしょうか。上田市長公室長。はい、この部分につきましてはいくつかの画像がこう順番に出てくるトップページの中でそのうちの中の一つの画像でございます。確かにこのまあ、一般的にいろんな画像をこう出しているわけですけども、不快に思われるケースとそうでないケース、あるいは人によっても、その判断の差があるというのは我々分かっておりながら、どういう形で市民の方に、できるだけ、納得していただけるといいますか、なるほどと思っていただける、まあ、そういうものを作っていくかというのを、まあ、常に悩みながら作っているところでございます。でこれにつきましても先ほど申しましたようにいくつかある映像が順番に出ていく中の一つで、この映像が出てきているということで、私どもの方にも実は少し不快じゃないかという声もいただいておりますので、現時点ではこの部分については削除しているところでございます。西村義直委員。現在は削除されているということですね。けど、まあ、そのどの期間か分かりませんけど、そのまでの時にはそういうようなものが出てくるような形であったということですね。これ、まあ、多分一人でやられているわけじゃないんで、やっぱり多くの人の目でチェックして、やはり、まあ、それはそれも含めて、いくつかの画像やということでされてるっていうことも今お聞きしましたけど、まあ、たくさんある画像でもやっぱり、あまりいい気しないっていうところではチェックをどういうふうにしてかけてこれは出していくものか、あるいはまあ業者に任せて下からどうしても出さなあかんのとかいうのはあるけれど、やはり京都市のホームページを見張るっていうことはやはり京都市のいろんな情報を取ったりいろんなものを把握しようということで、やっぱりその合う合わんはしっかりとチェックをかけてほしいと思いますけど、今ちょっと、システムにはシステムのことについてはお聞きしましたけども、そのチェック体制はどうなってるんですか。これも含めていわゆる更新するとか、あるいはその内容をどんなふうにして、現場の人だけではなくやっぱり最後しっかり責任ある立場の人がそれを決裁取っていくとかいうその更新についてはどんなふうになってるんですか。上田市長公室長。はい、情報館のデザイン並びにその画像どの画像をまあ選んでいるかとかそのあたりのチェックの話だと思っております。基本的には
業者の方に任せるということではなくて、私どもの職員の方でどの画像を選ぶのが一番分かっていただけるのか、あるいは知っていただけるのかというところでやっているところでございます。あるいはそのバナーのデザインですとか、あるいはどこにどういう情報を置くのかということも含めて、私どもの職員で責任を持ってやっているのは事実でございます。他方で先ほども申しましたように、不快あるいは少しこれは良くないんじゃないかという、当然いろんな意見がございます。ですのでその職員に関しても一人で判断しているということではなくて、ホームページを開設しているそこの責任を持って運用しているラインでもって議論をしながら進めているところでございます。で先生の今回のご指摘も含めまして、改めて少しいろんな角度からその掲載しているものが適切なのかどうかということに関しては改めてしっかりと見ていきたいというふうに考えております。以上でございます。西村義直委員。京都市民の人が見るっていうこともあるけど、やはり京都に行きたい、また京都の情報を取りたいっていうところで多くの人がそれを見るっていうことにもなるのでね、その辺はやっぱり、どれを出したら効果的、どれを出したらいいとかいう判断もねしっかり持っていただきたい。でやはりあれはちょっと不適切やと思いますし、ぜひねこれからそういったことのないように、チェック体制、そしてまたいろんなジャンルがあるっていうことも生じしてますけど、やはり、大枠では多くの人に好まれるような、分かりやすい、そういったものにちょっと注意をしていただきたいというふうに、強く求めて終わります。はい、他に上田市長公室長。はい、先生の今回の、ご意見を踏まえまして、しっかりしてしっかりと、市民の皆さん、あるいは市以外の皆さんも含めて見ていただける情報官に努めてまいります。はい、他に質問ございませんね。はい、それでは、なければ以上で総合企画局を終わります。理事者の皆さんご苦労様でした。次の産業観光局につきましては13時10分から始めますので、それまで暫時休憩いたします。